クリスティーストリート連絡線と周辺の路線図。クリスティーストリート連絡線は、マンハッタンのロワー,ーイーストサイドにある、クリスティーストリートの下を走るニューヨーク市地下鉄の路線である。路線は、BMT と IND の数少ない連絡線の一つであり、B ディビジョンを構成している路線の一つである。i n d 六番街線からウィリアムズバーグ橋経由で、BMT ジャマイカ線と、 マンハッタン橋経由で BMT ブライトン線を結んでいる。路線建設プロジェクトの中には、グランドストリート駅と IND6 番外線の57丁目駅の建設も含まれていた。グランドストリート駅は道路線内の駅であるが57丁目駅は道路線と直接の接続はしていない。この路線は IND2 番外線建設計画の一部として、 計画されており、そのうちの完成した区間の一つである。マンハッタン橋北側で DK 島の列車からブルックリン側を望む。この路線をマンハッタン橋へ向けて走る伏線はブロードウェイ、ラファエットストリート駅の東側で IND6 番外線の急行線から分岐して始まる。この線路は東路線唯一の駅であるグランドストリート駅を通り、 その先でマンハッタン橋の北側の伏線へ接続している。IND6 番街線急行線は、かつてはそのまま東へ伸びて2番街駅の東側で終わっており、そこからブルックリンやその先まで実現しなかった IND 外に路線網の一環として建設される計画があった。これらの線路は今も存在しているが、2番街駅の西側で、 観光線に接続されている。マンハッタン橋北側の伏線は、かつては BMT ブロードウェイ線の列車を通していた。マンハッタン京南側の伏線は1967年以前には BMT ナッソーストリート線につながっており、チェンバーズストリート駅経由でナッソーストリートループの列車を走らせていたが、今はブロードウェイ線に接続されるようになった。 ナッソーストリート線とマンハッタン橋を接続していた線路はチェンバーズストリート北側で切断されており、ナッソーストリート線の車両の留置に使われている。マンハッタン橋への道路線の接続により、BMT および IND の主要な4ルートの統合が可能となった。IND の BB 系統が BMT ウエストエンド線の T 系統と接続されて B 系統となり、 IND の D 系統が BMT ブライトン線の旧系統に接続されて D 系統となった。しかし1986年から2004年の間のマンハッタン橋再建の一環として2004年から B 系統と D 系統のブルックリン側での経路と終点が入れ替えられた。マーシーアベニュー駅から上下列車とウィリアムズバーグ橋を望む。 ウィリアムズバーグ橋に接続する伏線は、ブロードウェイ、ラファイエットストリート駅東側で、IND6 番外線観光線から分岐し、デランシーストリート、エセックスストリート駅西側で、BMT ナッソーストリート線に入る。こちらは、グランドストリート駅を経由しないため線内に、停車駅はない。この線路の目的は、北部、東部のブルックリンと南部、 東部のクイーンズから走行してきた列車を、ナッソーストリート沿いに南下するのではなく、IND6 番街線を経由して、マンハッタンのミッドタウンへと入るのを可能にすることで、ある。この路線を使用した、KK 系統は、乗客が少なく、1968年7月1日から1976年8月29日までだけ、運行されて、ニューヨーク市の財政危機に際して、 サービスの継続的な削減の一環として運行が打ち切られた。この連絡線は V 系統を IND6 番街線経由に置き換えた後、クイーンズのフォレストヒルズ -71 番街、駅発着に変更した M 系統のために再開された。それ以前は BMT の東側路線との間の車両のやり取りに使われたが2010年6月27日の 予算削減に伴いルート変更を余儀なくされた MK 等が道路線経由になるまで定期列車の運行は行われていなかった IND2 番外線から BMT ナッソーストリート線ウィリアムズバーグ橋マンハッタン橋への接続を含んだ道路線によく似た計画が1944年から1948年の交通委員会の資本プログラムのもと 二番街地下鉄の一部として提案された。グランドストリート駅、クリスティストリート駅もこの計画に含まれている。この計画により、グロンドストリートより、ナッソーストリート線を通り、南のチェンバーズやブロードストリートへ向かい、モンタギューストリートトンネルを経由し、新しいイースト川を越えるルートを作ることができた。1954年に、この計画は、 交通機関による資金要求改善資金の1億7200万ドルでの要請の一部として認められ着工へ向けての準備が進められた。1957年11月25日、ロバート・ファーディナンド・ワーグナー・ジュニア及び交通委員会職員などが出席した式典が行われた。このプロジェクトは34丁目、ヘラルド・スクエア駅西4丁目。 ワシントンスクエア駅間の IND6 番外線、急行線の建設と、マンハッタン橋向かい側のディカルブアベニュー駅の連動装置の再構築と合わせての建設となった。このプロジェクトは3年後の1960年に完成予定とされた。1962年、57丁目駅への6番外線の延伸が発表されたが、その建設中、 クリスティーストリートは7ブロックにわたる全区間が通行止めとなった。この延伸計画には1億ドルの費用がかかると見込まれ、ブルックリンとマンハッタンの間で1時間に5万2000人の輸送能力を増強すると予測が立てられた。1965年1月、クリスティーストリートトンネルの照明や電力、信号機器などの設置が完了した。また、 1966年にグランドストリート駅が開業、1967年に計画全体が完成予定とされた。1967年11月26日、マンハッタン橋とグランドストリート駅が完成、プロジェクト開始よりほぼ10年後の完成となり、1968年7月1日に、ウィリアムズバーグ橋への接続と57丁目駅が完成した。 この路線は1940年にニューヨーク市内のすべての主要路線を私有に統一したあと、BMT と IND の最初の実際の統合であった。これに先立った両社間の最も早い直通運転は1955年の IND クイーンズブールバード線と BMT ブロードウェイ線を60丁目トンネル連絡線で接続して IND クイーンズブールバード線の クイーンズプラザ駅と BMT ブロードウェイ線のレキシントンアベニュー59丁目機間で行われた直通運転である。この際、BMT 側の列車は BMT の乗務員と設備を使用して IND の線路を線路使用権により運行した。連絡線の開通とともに2箇所の大きな運行系統の変更があった。 マンハッタン橋への連絡が開通した1967年11月26日、日曜日に最初の系統変更が実施された。さらにウィリアムズバーグ橋への連絡が開通した1968年7月1日月曜日に2番目の運行変更があった。これに加えて1967年の開通に向けて、ニューヨーク地下鉄のすべての系統がアルファベットもしくは、 数字と色で示された系統表示が導入された。マンハッタン橋接続開始後のサービス変更地下鉄、新系統1967年11月26日のマンハッタン橋連絡線は西4丁目、ワシントンスクエア駅から34丁目、ヘラルドスクエア駅との間の IND6 番外線の急行線開通と並行して開通。以下の経路変更が行われ、 約20万人の乗客に影響を与えた。NX 系統についてのお知らせこれらの変更後、1967年11月28日にグランドストリート駅を経由する D 系統を運行していた。運転手が誤ってキャナルストリート駅へ進行、忙しいラッシュ時間帯の最中に約800名の乗客を降車させる措置を取り少しの混乱を起こした。また、 グランドストリート駅の開業に対する乗客の反応も様々で、とある一人の乗客は開業した際に建設指揮官を抱擁し、また別の乗客はブルックリンで遅い観光線列車に乗車する必要があり不便だと訴えた。ウィリアムズバーグ橋接続開始後のサービス変更。この変更は IND6 番街線57丁目から6番街駅の 開業及びウィリアムズバーグ橋への接続と同時に1968年7月1日に行われた。1968年8月18日以下の通りサービスの調整が行われた。NX 系統の N 系統統合のお知らせこれらの新しい系統は様々なルートの通勤者の苦情に対応し次々と改善されていった。NX 系統及び RJ 系統のような新しい系統はすぐに廃止され、KK 系統は1976年にウィリアムズバーグ橋接続を介した列車の運行を終了する節約策として廃止された。また、マンハッタン橋の1986年の1988年、1995年、2001年から2004年の再建の際には道路線のグランドストリート駅から、 マンハッタン橋側を列車が通過することができなくなり、グランドストリート駅を、ブロードウェイ、ラファイエットストリート駅方面からのグランドストリート、シャトルのターミナルとする措置を取ったこともあった。なお、マンハッタン橋は2004年に完全に再開され、グランドストリート駅での折り返しも解消された。2010年6月28日より、道路線は再び全区間が、 営業運転に使用されることとなった。マンハッタン橋接続は B 系統及び D 系統によって引き続き使用され、ウィリアムズバーグ橋接続は以前 BMT ナッソーストリート線でマンハッタンに入っていた M 系統により使用されている。M 系統は2010年6月に費用削減の一環としてクリスティーストリート連絡線 IND6 番外線経由に経路変更し、 旧 v 系統と同じ経路のブロードウェイ、ラファエットストリート駅北側へ向かう。なお、これと同時に V 系統は廃止された。この路線はハウストンストリートを越え北に向かい、2番街へ向かう計画であり、この連絡線は長期計画された2番街地下鉄の最初の部分であった。この接続は2番街地下鉄建設初期の努力のいくつかの痕跡の一つであり、 接続建設前の痕跡としては、路線のためのトンネルが二番街駅からバワリーにかけて短いものが完成していた。しかし不況による資金の減少に伴い放棄されてしまった。連絡線は1960から1970年代に建設された二番街地下鉄の6区間のうちの2区間であり、他の4区間が BMT63 丁目線。 スパニッシュファーレム二番街にある未使用の二区間、コーシプラザ地下にある一区間である。この路線は、グランドストリートでの二番街線と六番街の直通を安易にした。また、現在の計画では当路線の四段階目の、建設では既存の六番街線の真下に付設される、こととなっている。ありがとうございます。